にそのブローチを。そうか、マダムの。だったら話を聞いてくれないか。あんたは。僕はコートの役人でマチューという。そしてマダムに手を貸す者でもある。この国はベアラの扱いがひどいだろう。僕のようにそれを快く思わない者もいるということさ。なるほどな。それで話とは。この町のベアラーたちのことだ。彼らは常に飢えている。過酷な仕事を課せられる上に満足な食事も許されない。それで餓死しようが誰も見向きもしない。壊れた道具と同じように使い捨てられるだけ。見るのも辛いありさまだよ。これまで密かに食料を配っていたが住人に感づかれたようでね。だが君なら僕よりも怪しまれずに済むだろう。どうかベアラーたちに食料を配ってくれないか。ああ、俺がやろう。ありがとう。これで彼らも少しは生き延びられる。では早速だが、これが食料だ。食料を配ってほしいベアラーは弊社の周りで働かされている3人。いずれも休むことを許されず魔法の使用を強要されているはずだ。魔法を使わされているベアラーか。だが気をつけてくれ。彼らは主の所有物。決して誰にも悟られないように頼む。食料を配り終えたらマダムに伝えてほしい。彼女の手の者に伝言すればいいだろう。分かった。あんたはどうするんだ。僕はこれから表の仕事さ。それでは頼んだよ。魔法を使わされているベアラーか。早く食料を届けてやろう。今日も夜の帳に顔出すか。おい、まだ直せねえのか。今は無理そうだな。また後にしよう。マチューに頼まれた。受け取ってくれ。今日も食べられるんだね。助かったよ。でもまだ働かないと。後でこっそりいただくよ。いつもこうなのか。俺たちはまだ恵まれてる方さ。マチューさんの施しがなければとっくに死んでる。そうか。魔中からの食料だ。マッチ屋さんから。ありがとう。でもあんたは早くここを出た方が。おい、印持ち、何勝手に休んでんだ。さっさと火力を上げろ。お前もうちで何してやがる。とっとと自分の主のところに帰りやがれ。
もう十分だ。今度はもっと早く治療しろよ。食料を渡しに来た魔中からだ。ああ、魔中さんな。でも次の仕事があるんだ。すぐに行かないと。休めないのか。僕は治療しかできない。道具だから。道具。食べ物をありがとう。日が落ちたらこっそり食べるよ。食料を配り終えたマダムの仲間に伝えよう。道具か。ひどい扱いだ。そ、いってな。さっさと。戦に出る何か用かしら。魔中に頼まれてベアラーに食料を配ってきた。その報告だ。あら、あなたが。ありがとう。ちゃんとマダムに伝えておくわ。そういえば魔中さん、食料のことを感づかれたって言ってたわね。ああ、だから俺が代わりに。そういえば彼はコートの役人のようだが。ええ、コートでもかなりの地位についてるみたい。馴染みのお客で羽振りも良くて評判だったの。でもベアラーの現状に耐えかねたのか、国の制度に疑問を持つようになって。あの様子を見ればな。今ではマチューさんもマダムに協力しているのよ。その分うちに落としてくれるお金も減っちゃったけど。ちょっと変わった人でしょ。そう思う。でも彼のような人もいるから、マダムも商いの裏でベアラーを助けることができてる。あなたも認められた一人だものね。これからもマダムに協力してあげてね。分かっている。